ごきげんようお兄様ご機嫌うるわしゅうございますはいそうですねお兄様が当家を去られて以来ですのでもう4年ぶりになりますお兄様もご勝そうで何よりですわですがたった4年でこのような大きな会社の代表にまでなっているなんてさすがお兄様ですわあ,あはい本題に入らせていただきます ご存知の通り当家は現在大変苦しい状況なのですお父様がこの世を去り私が家長の座を継いだのですが親族同士で問題が起こっていますが当家の資産も食い散らかされ残りはわずかになっていますこのままでは当家は潰れ我が家の栄光は残りはしないでしょうですのでお兄様お願いですわ 我が家を救うための資金を貸し与えてくださいませ。資金さえあれば必ずや当家を立て直してみせます。そんな、なぜそのようなことをおっしゃるのですか確かにお父様は義理の息子であるお兄様に冷たく当たっておりました。お恨みになる気持ちはわかります。ですが、私とお兄様は血はつながってはいませんが、たった二人の兄弟ではないですか。どうぞ。 どうぞ私に力をお貸しくださいませありがとうございますあのお兄様お貸しいただけるのはこれだけでしょうかこの額では家の再興などとてもい,いえ不服などありませんお借りしたこのお金大事に使わせていただきます ありがとうございます。ありがとうございます。あら、お兄様、お久しぶりです。半年ぶりでしょうかどうぞ、ソファにおかけくださいませ。ご検証のようで、とはいかないようですね。前にお会いした時より、ずいぶんとおやつらのご様子ですもの。食事はちゃんと取られていますか何でしたら。 うちのメイドの食べ残しでも召し上がって帰られます <laughs> お兄様ったら残飯を恵んでもらえると言われてほんの一瞬だけ嬉れそうなお顔をされましたね随分とお腹が空いていらっしゃるのですねフ <laughs> 聞きを読んでいますよ大きな取引に失敗して会社は人手に渡り莫大な非合法の借金があるとか 随分とご苦労されているようですわね私ですかええご覧の通りですわあの時お兄様からお借りしたお金をすぐに超短期投資に回しましたの私足の速いおまさを見分ける才能があったみたいですねお借りしたお金は何百倍にもなり無事本家を立て直すことができましたわ 元出を貸してくださったお兄様には感謝しておりますのよそういえばあの時お借りしたお金を返していませんでしたわねでは利子も含め10倍にしてお返しいたしますどうぞ <laughs> 札束なんて久しぶりに見たのではありませんことでも全然足りませんわよねお兄様の借金にはもっともっともっとお金が欲しいんではなくって そうでもないと大嫌いな当家に頭を下げに来られませんものね <laughs> お兄様のお気持ちお察しいたしますわただ私も融資して差し上げたいのですけど半年前私がお兄様に融資をお願いに行った時教えてくれましたものねお金の大切さをねですから大切なお兄様の教えに従うと 軽々と大金をご融資することはできませんの <laughs> そんな失望しないでくださいませ大丈夫ですわ私が愛するお兄様を救って差し上げますええ本当です融資はできませんが適切な売買は可能ですわですからお兄様の体を私が買い取ります <laughs> 何のことかわからないって顔をされていますね こちらをご覧くださいませお兄様の体のパーツの料金表をお作りしましたの目口手腕足すべて相場より高いお値段をつけさせていただきましたわ。<laughs> そんなに青い顔されて何か誤解されていますか愛するお兄様を私の切り刻むわけないじゃないですかそうですわね 例えばお耳を買い取った場合その可愛らしいお耳で私の愛の言葉だけをずっと聞き続けてくださいなこんなふうにお兄様お慕いしております愛しております苦おしいほど焦がれておりますあなたと一つになりたいドロドロになるまで抱きしめ合いたい好きです大好きです この世の世誰よりも深く愛しております <laughs> 素敵でしょ耳は買い取り額も高額ですしおすすめですわよあらもしかしてまだ不足していますかしらではもっと売らなければなりませんわねさあお兄様どこを売りましょう口を売って私の手料理だけを食べて 私に愛の言葉だけをささやくようにしましょうか目を打って私の姿しか認識しないスマートグラスを24時間装着しましょうかそれとも大切な場所を打って私に寝室でくみしかれ快楽に溺れましょうか <laughs> 楽しいですわこの上なく楽しいですわお兄様。まるでお兄様とショッピングをしているよう 大好きなお兄様とお買い物の相談をするだけのことがこんなにも幸せだなんて思いもしませんでしたわお兄様は子供の頃から私と距離を取っていましたからこんなに仲良くお話をしたことはありませんでしたものね私のことを苦労知らずの金持ちの娘と見下していたことも気づいておりましたわでも私はお兄様とたくさんお話して遊びたかったんですよ絶対 おおししておりました。家から去られた時はもう手に入らない存在になってしまったと思い悲しさで目の前が真っ暗になりましたが今こうしてお兄様を手に入れる機会に恵まれて私とっても幸せですわさあさあお買い物を楽しむためには予算を決めなくてはいけませんわねお兄様の借金の額を教えてくださいます あらお兄様、そんなごくお兄様の体を全部売らないと返しきれないではありませんかでは、お兄様は私に全てを捧げるしかないんですね。借金取りに身柄を押さえられて、魚の餌になるより、よっぽどマシですものね。では、お兄様を連れて行きなさい、丁重にね。 お兄様のお部屋は地下に用意いたしますわ。もうお兄様の体は私のものですものね。お薬を使って自由を奪いますが、安全なものを使いますのでご安心ください。あ、そうそうお兄様。私、お兄様の体は変えましたけど、心まで買っておりませんの。ですからお兄様は正気のまま。ゆっくりゆっくり。 私を愛するように体に教え込んであげますね。幼い頃遊んでいただけなかった分、いっぱいいっぱい遊びましょうね、お兄様。